鞘山市。鞘山市は埼玉県南西部に位置する市。人口約15万人。区喜市に次ぐ県内12位。地域を西部鉄道の2路線が通る。1960年代以降東京郊外のベッドタウンとなり人口が急増した。近年では高度成長期に移り住んできた市民の高齢化、少子高齢化が進む一方で、 新規転入者は減少している。都心回帰減少の影響が大きい。2005年国勢調査では、鳥取県を上回る、社会人口減少率を記録した。2012年、西部新宿線さや山市駅、西口地区再開発整備事業が完了した。航空自衛隊の入間基地は、市役所の南に位置し、9割がさや山市駅にある、1割は入間市駅。 地域の南西、イルマ、反応方面から北東、川越方面にかけて一級河川のイリマ川が流れる。流域は、沖石層の低地帯が広がっている。市の中心となる地域にも、イルマ川という住所、旧イルマ川町の名残がついており、この川は、町のシンボルにもなっている。入間川両岸には、河岸岸球が形成されており、右岸は、武蔵野大地、左岸は、 入間大地と呼ばれる大地からなっており、鞘山市はその二つの大地上に属する。どちらの大地も鉱石層からなり、比較的平坦である。市街地は、主に国道16号と西部新宿線を軸として形成されている。市名の由来である、鞘山茶の茶畑は、入ソ・堀金地区に多い。なお、市名の由来ではあるものの、隣の入間市の方が生産量は多い。 また、奥富地区には、田んぼも多く見られる。周りに遮蔽物が少ないようなところでは、北方に、日光、那須、西方に、秩父の、隠れん山、西南方には、はるかに、富士山を遠望することができる。隣接している自治体は、川越市、所沢市、入間市、飯能市、日高市。気候は温暖湿潤であるが、 同じ県内西部の秩父や鳩山ほどではないものの、県南東部、埼玉市などよりも内陸性の特徴を持ち、最高気温は摂氏39.0度、最低気温は低、摂氏5.3度と、寒暖差が大きい。年間平均気温は摂氏15.2度で、夏季は高温多湿、冬季は低温乾燥の傾向にある。また、年間総雨量は1260ミ、mm、リメートルである。 鞘山が丘漁及び市内の特産物、鞘山茶に由来する。鞘山市域に鞘山が丘漁は含まれていない。鞘山という地名の由来自体は半然としない。江戸時代後期に編纂された新編武蔵風土気候では鞘山が丘漁そのものを鞘山と称しており、鞘山という表現を地域呼称ではなく山の名のごとく用いている。この構想は、 かつての入間川町と豊岡町の合併構想にまで遡るものである。戦後の昭和の大合併が進展していた時期には、現在の狭山市、入間市域に所在した町村全部を一つの市にまとめるという合構想があり、埼玉県も推進していた。またこれとは別に、江戸時代の武蔵野の神殿開発によって開墾されたという共通の歴史を持ち、いずれも、 不老川流域にあたる入間村、堀金村、宮寺村、現在は入間市、藤沢村、現在は入間市の4村が農業都市として合併し、将来的には共に境を接するところ沢市、隣接地域は同じく共通の歴史を持つ、三富神殿にあたるへの変をも計画するという動きも見られた。しかし、西武鉄道路線やバス路線、道路など、 交通事情との関わりもあり、結局関係が最も深かった町村がまとまって、現在の形に落ち着き、狭山市市政施行後は合併構想が提起されることは少なくなっていた。しかし平成の大合併の流れを受け、2000年頃から入間市との合併が協議され、2006年1月1日に合併の予定となった新市名は狭山市。 しかし2005年1月30日に行われた住民投票で合併反対が多数となり、一方のルマ市でも住民へのアンケートで合併反対が多数となったため、合併協議会は解散した。かつては公害化やドーナツ化現象の影響で人口が増加傾向にあったが、都心回帰の影響を受けて1995年をピークに微減傾向にある。 さやま市では、一部の区域で、住居表示に関する法律に基づく住居表示が、実施されている。住居表示実施前の町名当覧で下線がある、町名は、その全部、それ以外は、その一部であり、町名の末尾に数字がある場合には、町名を表す。2009年4月1日、合併前の旧村名、入間村に由来する名称、入間地区より改めた。 入間市との混同を避けるとともに、駅名と合わせ分かりやすくするため、以前から中川市長が解消を提起しており、2008年には、鞘山市入間築地地会連合会から要望書の提出もあった。市側の解消を受け、民間でも解消の動きが広がり、JA 入間の農業共同組合入間支店が2009年12月、孫生時代以来の入間農協に由来する、 支店名を改め、入祖支店に名称変更している。2011年3月には、狭山市立入間小学校が閉校となり、以後入祖地区内で、尊政以来の入間の故障を残す公共施設、機関名は、狭山市立入間中学校のみとなっていたが、同中学校も2015年3月に閉校した。また民間では、入祖駅近くの旧入間村役場跡地に店舗を構える。 A コープが現在もイルマ店2016年4月より JA ファーマーズイルマを称している。同店舗駐車場脇にはイルマ村生を記念するイルマ村の日がさや山市市編纂委員会と住民有志によって建立されているほか、1915年11月の大正天皇即異例を祝くして村民により植えられたイチョウの期待木となって記念碑、銀南の日と共に現存しており、 その歴史を伝えている。郵便番号、郵便局、市外局番等、長らく地方交付税交付金不交付団体であり、資材政には余裕がある。高齢化と人口減少の影響による資税収入の減少から2010年代以降は、近隣の川越市、入間市、所沢市等の自治体とともに、地方交付税交付金交付団体に移行しているものの、 なおも健全財政を維持している。市内に進出した、ホンダ技研工業をはじめとする企業の工場、事業所から納入される固定資産税収入と、敷地の9割が、狭山市域にある、航空自衛隊入間基地が置かれていることによる、国有提供施設等所在市町村助成交付金、基地交付金及び施設等所在市町村、調整交付金、調整交付金、 さらに特定防衛施設周辺整備調整交付金、防衛省補助金が主要な財源である。本田技研工業の企業上下町として知られ、1987年4月以来、市議会には、同社労働組合の組織内、議員1名がいる。ただ、業種の異なるロッテ、厚生など、別の大企業の工場も進出しており、航空自衛隊いる基地勤務の自衛官も多数。 在住していることから、本田技研工業一社が、市の命運を握るほどの影響力を有しているわけではなく、茨城県日立市や愛知県豊田市のように市民の相当数が、企業グループに関わっているといった状況にはない。また、市議会においても、本田技研工業労働組合に先立つ1975年4月から、厚生労働組合推薦の市議会議員1名が、 議跡を維持していた。また他の首都圏、ベッドタウン同様、農業は衰退傾向にあるものの、農産物に特産物があるため農業関係者の存在も大きく、前市長は、佐山茶の製造販売業を営む人物であった。市役所、市民会館や総合体育館などは立派な造りとなっており、また市内には、所沢市や川越市等にある、 ドッグラン等のペット共生施設公園等はないが、動物園や体育館併設の多目的公園の友光山公園や佐山東日山公園をはじめとする、たくさんの公園が整備されている。入間川河川敷には、川越市と共に、川越佐山自転車道路、サイクリングロードと大きな公園が整備されており、多くの市民にとって憩いの場となっている。 市役所の公式サイトとしては、異例の公式モバイル版サイトを全国市町村に先駆け解説し、その取り組みが新聞などにも取り上げられた。2006年、鞘山市は携帯電話を活用した情報配信の取り組みにより、平成18年度地域づくり総務大臣表彰、情報化部門を受賞した。鞘山市ではすでに2001年から市消防本部が 地元消防団員を対象に市内の災害情報を携帯電話のメールで伝達していたが2007年2月からはこのシステムを全市民に拡大し希望者に対し携帯メールで市内の災害情報を配信する新規事業を開始した市の公式ツイッターも早期に開設しており2014年8月から公式ツイッターに大雨、洪水 地震などの気象情報を自動更新って配信する機能を追加24時間運用を開始した。熊谷地方気象台から出された警報等の最新情報を自動的にツイッター用の短文に変換し配信する。公式ツイッターにこうした機能を付加した地方公共団体は西日本では数例見られるが東日本の自治体では初めてとなる。2008年2月 新たな人口増及び少子化対策、子育て支援の一環として、市はこれまで未就学児童を対象に行っていた、所得制限、費用上限なしの医療費助成の対象年齢を、中学校3年生まで引き上げる針を明らかにした。まず2008年10月に小学校3年生までに適用範囲を広げた後、2011年度までに中学校3年生へと段階的に拡大する。 これにより、今後さやま市では、中学卒業時まで入院、通院とも、保険診療の医療費は、無料となった。また2008年10月から、医療機関での窓口払いも廃止された。この施策は、比較的余裕がある市の財源を市民に還元する、目的もある。またこの施策は、埼玉県内の他の市町村にも影響を及ぼし、現在県内32自治体が同様ない市は類似の、 政策を実施、計画するに至りている。明治時代に開業した狭山市駅、入祖駅周辺の再開発について、1980年代より構想は存在していたが、1990年代に至っても事業は具体化せず、入間市、所沢市、飯能市など周辺各都市に遅れをとていた。狭山市駅、西口地区については2000年代に、事業者、専門家、 市民らの議論を経て事業化され、一時政治的困難が発生したものの変更は一切なく当初の事業計画が貫徹され、総合的な調整により計画から設計志向まで一貫したデザインコンセプトを保ったまま2012年に完成に至った。狭山市駅東口地区については老朽化した駅ビルが改築されたほか道路整備が継続して行われている。 一方、イリソ駅周辺については開業後101年を経た1996年に西口を開設したものの2013年東口地区の大規模再開発を断念。規模を縮小の上改めてイリソ駅周辺の再整備計画が立案されることになった。一部事務組合協議会2019年5月7日現在、西4区、定数は2人。 近年選出の議員は以下の通り、川越鞘山と鞘山の2つの工業団地があり、ホンダの埼玉製作所を筆頭に製造品出荷額県下1位と埼玉県1位の工業都市となっている。市政施行時は特産物、鞘山茶により農業都市というイメージが強かったが、市政施行後の1955年、昭和30年12月、 鞘山市工場誘致条例を制定し、積極的に企業誘致を行った。翌年9月には、工場誘致第1号として、日本クロス工業、現在の第二区が進出。以後工場誘致は順調に進み、市内各地に大企業の大型工場が進出した。1966年、昭和41年に、川越鞘山工業団地、1973年、 昭和48年には、や山工業団地が相次いで完成。二つの大型工業団地を有する工業都市へと変貌した。1982年、昭和57年以降現在まで製造品出荷額、埼玉県内第一位となっており、県内最大の工業都市となっている。企業誘致は現在も行っている。首都圏中央連絡自動車道や山。 日高インターチェンジの開設と埼玉県道126号、所沢堀金狭山線の全線開通を受け、2015年、狭山工業団地の2地区、東地区、柏原北と、西地区、上、広瀬の拡張と、地区が整理事業実施が決まった。JA、いる、マの農業共同組合館内である、地物の野菜が市内のスーパーの店頭に並んでいる、 ことも多いが農業は衰退している。入り添駅近くに埼玉県内の佐山茶生産地域全域を管内とする佐山茶業農業共同組合があり、生産者約280名が加盟している。商業圏では周辺中核都市の所沢市と川越市と挟まれ、近年は個人商店の減少が目立つ。イオン佐山店、キューカルフール、佐山や,やベスタ佐山、ま、 山田電機、イオン武蔵鞘山店、旧サティ、PC デポ等の100台以上の大型パーキングを有した大型店の展開が盛んであるが、これは単に近隣消費者相手だけではなく、主に国道16号線の首都圏環状の特殊証券性を生かした他近隣エリア消費者を睨んだ出店でもある。鞘山市は西部百貨店が出店している所沢証券と、 丸広百貨店本店が所在する川越証券の双方に属しているため、大型百貨店の出店はない。1973年9月、西友の小型店実験店舗が市内ルマチック野に開店。この店舗は、後のコンビニエンスストアチェーン、ファミリーマートの第1号店である。1981年9月、株式会社ファミリーマート発足とともに、 ファミリーマートさやま店としてをオープンした。現在の店舗名称はイリソ店となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。